はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にモンスターエナジーゼロシュガー、このエナジードリンクをですね混ぜて飲んでみました。エナジードリンク飲んで元気を出したくてつい飲んでしまいましたけれども、生卵って江戸時代は精力剤として使われておりまして、このエナジードリンクと混ぜて飲むことによってものすごい元気が出るような気がいたしますね。気がいたしますっていうのは、まあ感情論というかプラシーボ効果というか、まあ、気持ちの問題かもしれませんけれども、まあ、気持ちの問題っていうのは案外バカにできなくて、元気になるんだなるんだと思うと本当に元気になったりしますから、元気になるぞ、これを飲んで元気になるぞと思って飲むことに効果が増幅されるのかもしれません。香りはですね、まあ香りはやっぱりエナジードリンク独特の人工的な機械的な香りがいたします。味はですね、味もまあまさに典型的なエナジードリンクで、ゼロシュガーにもかかわらず甘さがしっかりあるモンスターエナジーでございました。生卵50個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。米の値段がすごい上がってるんですね。米とか卵とかもやしっていうのは、まあ、日本人の食のインフラみたいなもんですから、値上がりされると非常に困りますね。全体的に食品っていうのは値上がりしてると思うんですが、卵っていうのは相対的に値段が落ち着いてるような気がいたしますので、いやありがたいですね。またいつ鳥インフルが来るかわかりませんから、もう本当早くバズってなんとか卵代ドリンク代だけはペイできるようになりたいんですけれども、お米とか卵とかもやしとか袋麺とかパスタもそうですけれども、安いものっていうのはありますよね。もちろん最近は外食の値段って1000円を超えてくるお店も増えてきたんだろうと思うんですが、でそれで大変だって言ってる人もいると思いますけれども、まあ、外食せずにちゃんと自分で自炊すればですね、食費を2万円に抑えることは十分可能なんじゃないかなとは思うんですよ。値上がりしてないのもありますからね。キャベツも一時期値上がりしてるって言ってましたけど、まあもうだいぶ落ち着き言ってますし、なので、まあ、日本に生まれた以上は贅沢さえしなければ、贅沢を諦めれば飢え死にすることはないんだろうと思いますし、私は彼女いない歴年齢なんですけれども、まあ若い頃はねすごいこうコンプレックスに感じていましたが、まあ、逆に言うと結婚できないと思うんですね。で結婚できないと分かると、そんなに人生にお金が必要ないということも分かるわけですよ。住宅ローンも組まなくていいですし、子供の養育費もかかりませんし、社会的に見たらですね底辺以外の何もでもないと思うんですが、私としてはですね結構気楽なんだろうなと思うと、こういう人生も悪くないんじゃないかなと、まあ、強がりを言っておきます。はい、ということで現場から以上です。